頂戴しておりますので代読させていただきます。縄文文化を発信するプロジェクト縄文 Days、 縄文文化 SDGs で日本の未来を考えようが開催されますことを心よりお喜び申し上げます。本プロジェクトを通じた発見や体験によりご来場の皆様にとって縄文文化の理解が一層進み、 SDGs の観点から国際社会における日本人の未来の目指すべき姿を考える契機となることを期待しております。縄文デイズの盛況をお祈り申し上げますとともに、皆様方の今後ますますのご健勝とご多幸をお祈りいたします。3ヶ月にわたって開かれるということで、一人でも多くの方々が足を運んでいただいて、人間の生活の原点とは何なのかということをご覧いただけたらと思っていただいております。私は2年、3年前まで防災の担当の大臣をしておりました。で、台風15号、16号とか、広範囲にわたって大変な甚大な被害をもたらす台風、また線状降水帯という新たな現象、毎年毎年、今日の台風はちょっとそれたみたいですけれども、毎年この時期っていうのは、自然災害に我々は脅かされているわけでありますし、遠いアメリカでも今日、大統領がですね、そのハリケーンに対する緊急宣言というものを出されているので、どこの国でも自然災害に脅かされているというのが今、地球上の現象だと。やはりこの縄文時代、自然との調和共生というものの中で、それほど人類も争うことなく自然と調和しながら生きてこられたわけであります。やはりその時の概念というのは、その地球というか自然の中に生かされているという思いというものを抱きながら生活しておったのではないか。それが現代科学技術の進展とともに、どうも地球という自然を人類が征服しようとする、自然に対する謙虚さというのを失ってしまっておるということを我々は反省していかなくてはなりません。SDGs、そしてサステナブルと新たな言葉が出てきたわけでありますけれども、今改めて電気がなくても人間は生きていけるんだ、ここまで科学技術が発達しなくても人類というものは生活を営むことができるし、さまざまな自然との共生という大変尊い価値観というものを抱くことができるということを、我々は改めて原点に帰らなければならないというふうに考えています。これは日本だけの問題ではなくて、人類共通、これはしっかりと自然との共生というものをテーマに考え直していただければならないと思います。この機会を通じまして、どうか多くの皆様にはその原点を学んでいただければと思います。山崎代表をはじめ関係者の皆様方のご尽力に敬意と感謝を申し上げます。ご祝儀をお願いさせていただきます。おめでとうございます。 SDGs という言葉が今巷では大流行でございます。これを振り返ってみますと、この縄文時代というのはもうまさに SDGs の塊みたいな時代であったわけでございます。自然とともに共生し、そしてこの我が日本の文化の基礎を作ったというよりも、日本人のメンタリティの基礎を作ったというふうに言っても間違いないではないかというふうに思われるほど、あんまり争いもなく、人と人とが自然と共に共存していた時代、これが縄文の時代じゃないか。そして、草木から縄を作ったり、土を取って土器を作ったり、まさに自然との共生を成し遂げていた、これが縄文時代。しかもそれが1万年以上も続いたということは、これは人類史上稀有な例である。そういうことも含めまして、昨年のユネスコにより世界遺産に指定をされたということになります。これはいろいろ諸説はまだまだございますが、私は日本の
遡ること数万年前の誇りではないかというふうに、考えているわけであります。さて、この縄文伝説を通じた発見や体験によって、それが国際的にいろいろな形で発展され、日本人の未来あるいは世界の人類の未来をも示唆するような発見がいろいろと成し遂げられるということでありまして、この縄文伝説のこういう伝統が催されることはいろいろな意味で非常に意味の深い。さて、この縄文伝説は、文化庁が主催しております日本博のプロジェクトの一つとして実施をされているところであります。日本博は、東京オリンピック・パラリンピックを契機といたしまして、日本人と自然ということをテーマに、縄文時代から現代まで続く日本の美を徳永が演出して、次世代に伝えることということでさらなる未来の創出をして、を目指してスタート。オリパラボは日本博 2.0 として再スタートいたしました。本年5月に岸田総理を座長とする第3回日本博総合推進会議が開催をされました。文化庁を中心に関係省庁一体となって2025年の大阪・関西万博に向けて日本博 2.0 の積極的な取り組みを進めるしというお言葉もございました。今後も関係者の皆さんとともに日本博 2.0 を通じて日本各地の文化資源の再発見、またそれをさらに磨き上げると、さらに日本の遺産としての価値観を高めていこうという努力をしているところでございますので、ご協力をまた引き続きよろしくお願いしたいと思います。また本プロジェクトに、ご出資ご賛同いただき多大なる支援をいただいている今日もご出席の協賛企業の皆さんに厚く御礼を申し上げ、ご挨拶をさせていただきありがとうございました。 I'm happy to see some familiar faces again. Let me thank Mr. Amadaki-san for inviting me.Thank you, Kuga-san, for giving me the opportunity to say some few words. Thank you, Okaga-san, and congratulations. I have to admit that I've been in Japan for 14 years as ambassador, but I never heard about Jobon. Well, my predecessor has spoken about SDGs, and I would not speak about that. But I would rather stress on a very important issue.Mission carried on by archaeologists like Okada-san. As a matter of fact, I'm not an archaeologist, as you can imagine. But I can say for sure that they are doing a fantastic and exciting job. In fact, we can say that archaeologists unearth our past. Listening to Okada-san the other day, I discovered.That Jomon has a lot of similarities with Africans. In fact, when I looked at the pictures projected by Okada-san, I realized that the habitat of Jomon was dissimilar from Africans. And even, you know, the way of living, they live, you know, by hunting.And the tools they use are the same tools we in Africa we are using. So therefore, as an ambassador, I can say that our world is unique and there is no need to fight. Because what we need to know is how, for example, the Jomon were socially organized, the political organization, and that could be the answers, you know, Mr. Okada could give us.Because I'm very sure that if we discover how they were socially organized, how was the political organization, we can see a lot of similarities with what we have in Africa at the moment. So once again, thank you for inviting me. Arigatou gozaimasu. 今回銀座で3台まで
まりこう縄文に似つかわしくないところでこの縄文展が開かれるということは大変ご覧にとっております、チャレンジが企画であると思っております。縄文時代を知る上で基本的な資料を展示してありますのでどうぞ見ていただければというふうに思います。私どもが、仕事している三内丸山遺跡というのは国の特別指定でございまして、遺跡も国宝とされております。出土品もすでに重要文化財指定を受けているところです。ちょうど今年で調査をして30年になりますが、遺跡の、縄文遺跡の調査研究に特化した組織というのは、全国で唯一のというふうに思っております。昨年世界遺産登録実現できましたので、例年の2倍ほどの計画者が訪れております。この企画を通じまして縄文時代に興味関心覚えていただければ、ぜひとも現地に足を運んでいただいて青森の縄文遺跡、北の縄文遺跡を楽しんでいただければというふうに思います。我々の夢とわがままでここまでやっと来たんですけど、当団体も6年目を迎えまして、1年目は、寒い日に京都の嵐山で50メーターの金魚を飛ばすという、空飛ぶ金魚という、発想すらしないようなことをやって、空を飛んでいるマッピングの金魚を金魚すくいって、携帯で金魚すくいやってデータが入るということも6年前にやりました。でその後はまたオリンピックワンチームプロジェクトで、ガンダムチャーダクを宇宙に飛ばして、しかも2機も飛ばして、その次は昨今は我々は当団体は、ドバイの万博を、経産省ジェトロさんと、今日お越しになってるかな、チームのリーダーのライドマの斉藤さんなんかと一緒にチーム作ってやってまいりました。それはおかげさまで200何十カ国でなんと金賞を取りまして、大阪万博に勢いがついたと思います。それで今年からは日本の文化を世界中に広げていきたいという日本博に手を挙げまして、プレゼンしまして、この企画をやっと合格しまして、我々が一丸となってこの企画をやっています。これは私の感覚では、来年は京都でやりたい、再来年は大阪万博でやりたい、この日本の心を世界に向けて発信するようなプロジェクトを作りたいと思っています。その第1回目のホップステップジャンプのホップで、多大なる、ダイヤハウスさんはじめホズベリーさん、功績商品さん、皆さんに応援をいただいて、この会を来ました。共産企業さんの皆さん、どうもありがとうございます。1年で終わるとは思わないでください。3年はやりますので、それもよろしくお願いします。